ミネ君2年後きっと捕まる理由、みんなさ、大麻とかで派手に捕まるじゃん。こいつ絶対性犯罪とかで捕まるタイプ。自分の理想と現実の差がありすぎて、理想の女にカバーかけんじゃん、バカ野郎。なんでやねん、全部偏見で、お前物申してくんなよ。あと頭悪そうで隅っこでって、俺全国模試国語2位じゃしばくぞ。ボケ、もう無理やん、もう無理やん、何も語れへんやん、もう無理やん。だってなんか顔のこととか言ってたけど、握ってみろよ、片手にマイク。顔のことどうこう、黙れ不細工。